ですが、さあ始めていただきましょう。どうぞ。皆さん、いつも激しく動きます。どんな風に仕上がってくるんでしょうかね。楽しみですね。はい、ではこの時間でまた着物を通した私の使命というリポートをご紹介させていただきます。はい、私の母はとても着物が好きで、行事ごとはもちろん趣味でもよく着物を着ていました。私はというと、正直当時はそこまで着物というものに興味がありませんでした。ですが、着物を着た母の凛とした姿は本当に大好きで、その日に着る着物を楽しそうに選ぶ母、着物をまとい、キラキラとした表情の母、そんな母の姿を今でもよく思い出します。私が書道の教室に通い始める2年前、その母は脳の手術はうまくいかず、半身に麻痺が残ってしまい、大好きだった着物を着ることができなくなってしまいました。そんな母を勇気づけたい、驚かせたいという気持ちから僧堂に通い、着付けを学び始めました。教室で先生から、佐々木会長の着物の芸術的価値や趣味の全てに対する個性を、見る者に楽しませようとする着物の美についての講話を聞き、私自身すごく共感し、さらに着物や着物の背景に興味が湧き、職人さんの技術、着物が出来上がるまでの工程、織りや染めの種類、産地のことなど、いろいろなことを調べるようになり、すっかり着物に魅了されてしまいました。教室に通い、何ヶ月か経った頃、母が持っていた着物を自分で装い、母の病室を訪ねました。その時の母の表情は一生忘れられないものになりました。それは辛い入院生活の中、初めて見た母の一番の笑顔で、すごく喜んでくれた母の姿を見て、私もとても嬉しくなりました。母もそんな私を見て、今回のコンテスト出場を心から応援してくれています。今現在の私にとっての使命は、私自身が心から楽しんで着物を装い、母の笑顔をたくさん引き出し、着物を通して母との思い出を育むことです。そして最終的には、着物の楽しい知識や教養を持った教養をもっと身につけ、日本の文化伝統である着物の素晴らしさや楽しさなどをたくさんの人に知ってもらえる、着物と出会うきっかけを与えられるようになることが目標です。素敵なレポートをいたしました。それぞれ皆さんね、思いがあってのそうですね、人生いろいろありますよね。そのね、お母さんもやってくれてるThank you.
ちょっと楽しませてもらいました。どうぞ、お話なども伺いながら進めてまいりましょう。じゃなくて、リセットとやるところに行ってみて。ああ、最初に出来上がりました。あそこに斜め向いてたのか、たったり座ったりするような時間の動作。番号札高い。